しかもインディペンデント映画でね、ここまで問題意識のある映画を作ったのに、あの最後に入れるのがもう僕には信じられなかったけど、いやでも悪い映画じゃなかったし面白かったし、もったいないと思うんでしょ、それもったいないでもキャストもみんな良くて、はい、インディペンデント映画として非常に面白いし、見終わった後もいろいろ考えるしね、シネマサロン映画業界ヒットの裏側。皆さんこんにちは、シネマサロンです、本日は私の見ている世界が全てについて語ってまいりたいと思います。これは T さんはご覧になってないんですが、見てないんだ、はい、これ竹内さんが語る作品ではなかったんですけど、うん、ご覧になったということで、これ何か時間があったんですか？普通に見たかったから見ただけなんだよね、うん、しかも別に課題作品にしようと思ってないし、うん、別にだからそうも言わなかったのに、佐藤ちゃん勝手に見たんだよね、うん、勝手にというかもともと見るつもりだったんです。見るつもりだったの？っていうのはスケジュールがたまたま、うん、うん、朝一 の、 あの課題作品と、うん、あの午後の課題作品の間にちょうど時間があって、うん、これが埋まったんだ。そうです。でそしたらあのこの課題作品を見る前に、うん、見た後に見ようと思ってたゴールデンフィッシュが、うん、ゴールドフィッシュが、うん、あのシネマジャカンベティさんがあのオンラインサロン、あのオンラインの発見ができない状態になってて、うん、一応確認でこれあの劇場窓口だけですよねって言ったら、そうです、うん、で今日じゃあゴールドフィッシュ見れますよねって言ったら、いやあの満席です、舞台挨拶なんでって言われてえーってなってこれ飛ばして、うん、あのゴールドフィッシュ行かなきゃって課題作品だから、うん、それで見るつもりだったのが見れなくなっちゃったのに、竹内さんがご覧になったと。なんだよ、人のせいにすんだよ。報告が来て、じゃあいや別に、しかも別に課題作品しようと思って報告したんじゃないよ、一応見たよっていう報告だもん、うん、でしかもなんかね、うん、面白い取り上げろっていうコメントもあり、 あるの、うん、はい、それはどういう面白いっていう、あのいつも具体的なご指摘がない方ですねそうなんや、はい、うん、まあで拝見して面白かったですけど、うんうん、いかがでしたか？あのやっぱりちょっとミニマルだし、別にそんなに異常な状況とか突出した、まあ、個人主義へのって書いてあるけど、うん、そんなに別に個人主義とも思わなかったけど ね、うん、割と普通の、まあ、ひょっとしたら起きるかもしれない、まあ、普通の家庭で全然起こり得る話だし、うん、なんか別に それほど特別な特異な状況を描いた映画とは思わなかった、うん、でももちろん森田心さんがいつもの役どころとちょっと違って、うん、結構挑戦的な、まあ、末っ子の女性、うん、次女であり末っ子を描いていて、それは面白いなと思ったけど、うん、割と普通の家庭映画だよね。そうですね、うん、ファミリードラマだと思う、うん、じゃあお願いします。ネタバレしますよっていうぐらいのあっさりしたっていうか普通の姿勢のドラマだから。そうですね、うん、であの森田さん演じる、うん、あのまあ一番下の成功 の、うん、あの女性は、うん、結構自分では仕事ができると思ってて、まあ、仕事もできるんだと思うよ、うん、あの自分だけじゃなくて、でも、うん、あの周りとコンフリクトを起こしまくって、うん、パワハラとかも言われちゃってて、うん、だからやっぱりあんまりこうなんていうんですかね、親和性をない、協調性とまでは言わないけど、うん、非常にあの人のことをおもんばかるような感じ、ね、まあ、歩み寄らないタイプだよね、うんうん、でもいますよねこういう方ね。いる、しかも若い人に多いよね、うん、仕事がすごいできるんだけど、うん、決してまあこうなんていうかな、あれだよね、あの優しいような人ではない、みんなで勝ったって言わない人だよね、うん、俺が俺が的な、野球やっても俺のホームランで勝ったっていう人だタイプだよね、うん、なんて笑うの。いや映画業界にもいらっしゃるなと思って。あ、いるんだ、誰だろう。いや言いませんよそんな個人で。誰だろう、名前ちょっと名前挙げてみ。言いませんでほら女性はやっぱりこう、うん、自己主張していかないと、うん、なかなかやっぱりそう、あの戦っていけないからね、うん、だから別にそんなに得意で悪いやつとは思わなかったけどね、この人。そう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 、だからそういうタイプの人がいるなと思いながら見てて、ただほらあの独立するってなって、うん、まあほらパワハラでガーガー上司から言われて、うん、もだったらじゃちょうどいい機会なんで独立しますわみたいな、うんうんうん、それで後輩も引き連れて独立しようとするんだけど、うんうんうん、
これがやっぱりね、そう簡単にはいかないんじゃないですか、うん、しかも金もないからね、うん、でその金あるって言ってるけどね、その金を自分の家売って金にしようと思ってるから、うん、結構必死なんだよね。そうそう、その前にね、当てにしてた融資を今回はちょっとご遠慮させて、うん、あの銀行から断られちゃうから、うん、どうしてもその自分の家売って金作んないと、うん、あの、まあないですか、事業できないから、起業できないからね、うんうん、となるとね、もう潰れかけた食堂みたいなの売っ払わないといけないから、ね、あれ売ってでもそんな金になるかな、うん、だから査定してもらってるじゃん。いやそんな金にならないと思うよ、4人で分けなきゃあんないし、一応、竹内ってお金になるでしょ。いや竹内ってじゃないから言っとくけど、うん、あれ結構田舎税収が近郊でもあるけど、感じてはあるよね、うん、あんなとこそんなにお金にはならないと思うんだけどな、うん、起業する資金にはなるんですかね。4分の1でしょ、しかも、うん、これ4人で分けると、うん、どうかな、数百万にしかならないと思うけど、200万とかかな、もうちょっとか、400万ぐらい。だからどうせ金にならないんだったら、まあそのまま続けた方がいいじゃんっていう長男と、うん、まあどうでもいいわっていう次男と、で最初はまあこのまま続けようよって言ってたお姉ちゃんも、うん、なんかね、あの松浦優也さん演じる男と再婚するか同居するか、うんうん、再婚はしないけど同居するかみたいになって、うん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 、じゃあやっぱりいいわを売ってもみたいに、その代わりお兄ちゃん説得してねみたいになってますからね、うん、だからそれはでも竹内さんおっしゃったように、よくありがち、もしくはありえる、まあ特に、ね、東京近郊でそこそこお金になる一軒家で、しかも家業的にはもうほぼ崩壊してるわけじゃないですか、うん、継続すれば赤字ですか、うん、だからまあ4人しかもいて、自分はほら東京でね企業に勤めてて、まあ新しく起業するっていうんだったら、うん、もう売るしかないもんね。ないよね。しかも誰かが売るっていうと、なかなかそれに反対するのは難しいと思うんだよね、うん、いくら長男といえども、うん、で長男もね、なんかあの女農家の娘さんとね、うんうん、あの実行になってるし、うん、でも最初は両立しようと思ったんだけど、うん、無理だから、うん、じゃあやっぱ売るかみたいになってたのが、うん、別れたとか言って戻ってきちゃったからさ、やらざるを得ない、やらざるを得ないからやっぱり売るのやめだみたいになっちゃって、ええー、みたいな。だからそこ、そん、まあここにほら社会風刺エンターテイメントって書いてあるけど、そういう風には思わなかったけどね、割と普通のよくありがちなファミリードラマかなと思ったけど、まあもちろんその起業する、もしくはその加藤俊介くんが演じてるね社長のところの、まあ、IT 企業系なのかな、いうところで働いててっていう、その企業面も一応描いてるけど、そこんなに重くはないしね、あのパートとしては、うん、なんで普通に面白いファミリードラマとして見ました、うん、僕は、うん、じゃあちょっと打ち出しが言ってるほど社会風刺ではないです、ね、うん、そこまで個人主義への挑戦とかっていうふうにも思わないし、社会風刺エンターテイメントとも思わないよね。ただやっぱ生きてると、ほんあのそのなん自分の考えだけで成立はしないっていうね、それはあるし、その見えてないものがある若いイケイケな、まあ、別に女性に限らず、あの能力がありながらイケイケで言ってると、やっぱり見えてないものも多いよねっていうのもあるよね。だから最後、あとこの最後のやっぱモノローグは僕はいらないと思ったんだよね、モノローグ嫌いの我々としては。いやっていうかそれ言うんでよ、いやっていうかそれはないんじゃないかと思ったよね最後の。なんて言ってましたけど忘れちゃったな、ね、その時私は言葉を発せないどうのこうのみたいな感じだよね。でもそれはさ、絵で見ればわかるから、それは言わなくてもよかったんじゃないかと思う。ちょっと最後にしらけました。だから僕はここまで聞いて T さんは見たくなりましたか。いや面白かったんだよ普通に、キャストもいいしね。なんかもうちょっと、そっか、割と普通な感じなのかって、うん、そんなに別にいやお話を聞いたら、このコピーで書いてあるほど個人主義のささやかな挑戦を描いた社会風刺エンターテインメントっていう風にはそこまでは感じなかったかな。だから割と一人で生きり立ってる、それなりに能力ある女の子が、自分で起業しようとも思ってるし、その家をね売って、この能力のない、兄弟たちが
どうなっても自分さえ良ければいいっていうところはあると思う、うん、でも別にそれもそういう人もいるからね世の中、うん、そんなに別にそれ個人主義とも思わないし、占領意識を持っている能力のある若い人ってまあいなくもないよね。まあで過信してる人も多いですからね、うん、でできると思ってつまずいちゃってやっぱできないわみたいなこともありえますからね、うん、しかもこの主人公は結構その映画の終わりに自分に欠けてるものにそれなりに気づくんだよね。だからまあある意味気づきの映画でもあるわけ。自分が見てなかったものが見えてきて、そんな自分が何あのヘッドハンティング、あの元いた会社から連れて行こうとした若手がちょっと神経病んじゃうんだけどね、それも全く自分の想定外だったりするので、自分がそこを全く考えてないことに自分でもちょっとねあの気づいたりもして、 でも売る決断をしてもう家から全部物がなくなったところにかつての常連さんのおばあちゃんが来てね、うん、それでやっぱまあはたと気づいたりしますよね、うんうん、やっぱりこう愛されてたんだなっていうのはね、もちろん企業としてやっていけなくなった家業ではあるけれど、それでもそれが日常として大事にされていて誰かのその日常の一環になってたんだってことに自分があまりにも目を向けてなかったことに気づくんだよね。だからちゃんとエンディングはそれなりにまあ一種のだからなんだろうな、こう一人の女性の成長物語としても描かれてはいると思うんだけどね。でもそこでモノローグ言っちゃうっていうのがな、なんで言いたくなるんですかね、なんであそこ入れちゃったんだろうと思うんだよな。あれ立ち尽くすさ、うん、何も言えない彼女をずっとアップで撮ってればよかったんじゃないかと思うんだけど、うん、こっちはいろいろ考える、ね、いろいろ考えると思う、うん、なんであそこでモノローグ入れちゃうんだろうと思うんだよね。しかも結構あれ長く撮っとけばよかったのに、うん、そうですね、余韻たなびくように、うん、しかもインディペンデント映画でねここまで問題意識のある映画を作ったのに、うん、あの最後にモノローグ入れるのがもう僕には信じられなかったけど、しかもそこだけだよモノローグあんのが、そうはぁ、あ、どういうことなんだろうと思ってうん、ただこれ残念なことにパンフレットがないので、まあないでしょうね、うん、監督の意図とかはちょっとなかなか汲み取れないですが、いやでも悪い映画じゃなかったし面白かったし、もったいないと思うんでしょそれ、うん、もったいないよね。あれでもう僕のあのフェイバリット感はガラガラっと崩れてったから、でもそう思われなかった良かったっていう、ね、視聴者さんもいらっしゃるみたいな、まあ、僕ほどモノローグに嫌悪感ないからだと思うよ。ちょっと僕は逆にモノローグに意識過剰なんだと思う。私も意識過剰です、うん、それは認めます。そこだけは意見があります。そこだけだね。え、過剰な劇場も嫌いですけどね。まあでも僕そこそれほどまあ、うん、あの劇場平気、あの平気ではないけど、うん、許容度はモノローグよりも低くなるね、うんうん、どっちも嫌だな。加藤君の社長良かったけどね。社長良かったね。加藤慎介社長ね、うん、すごいこう適切で、うんうん、性格を頭が良さそうに見えた本人よりも、うん、ひどい。加藤君言ってるよ、ほらこの人いいな、こんなこと言わせて。本人よりもね、ずっとすごい。すごい切れ者社長って感じだった。すごい切れ者で。いつもと違う感じ。違う違う。いつもちょっとこう。目に力がこもってた。そう。こんなに目に力がこもってる加藤慎介みたいな初めてだ。ちゃんとね、あの、部下の森田心さんのこと分かってる。分かってる。うん、いいで、ね、うん、引っこ抜くなら引っこ抜いてもいいよって、うん。俺はそれ何も言わないからって。頑張れみたいな。うん、なんかいつもダラダラした感じ。ダラダラじゃなくてあるけど、いや本人もダラダラしてんだけど、ここまであの精悍な加藤慎介はちょっとね、なんかいつもとイメージが違う。小林隆二さんがうさんくさくてよかったね。よかった、あのみんなよかったよ。川瀬陽太の農業のやってるのもよかったし、うん、松浦優太さん、優太もよかった、優也もよかった、新谷ゆとみちゃんもよかったね。新谷ゆとみちゃん可愛かったね、相変わらず。演者さんみんなよかったです、ね、うん、よかった、すごくよかった、うん、はい、みんなあのインディペンデントにちゃんと公言してるよね、映画に。うん、ということで、あの短めですけど決して悪い映画、あの、うん、あの収録時間が短めですけど、ちょっとモノローグがあったんで僕は過剰に反応してますけど、うん、あのインディペンデント映画としては非常に作り上がりも良かったし、うん、あの各役者さんも素晴らしく公演してて、最後どう収録するかも、中崎駿だっけ、駿君だっけ、うん、
彼に言及してるの、彼も良かったですよ。良かった良かった、うん、あのね、どうしようもない、あの引きこもってはいないか。あとお兄さんも良かったし、熊野さん、うん、熊野さんなんだよね、これ。そうです、ね、これどういうことなんだろう。熊野さんが熊野圭介、これは何でしたね。この彼から名前を取ってる、そうなんでしょうね、うん、あと中村えり子さんも良かったしね、うんうん、でも長男だからかな、どうなんだ、うん、ちょっとよくわかんない。森竹にしても良かったんじゃないですかね。ちょっとよくわかんない。でも、はい、キャストもみんな良くて、はい、インディペンデンス映画として非常に面白いし、見終わった後もいろいろ考えるしね、うんうん、ただちょっとやっぱ世界がミニマルなのとモノローグモノローグに過剰に反応してます、うんうん、でもおっしゃる通りちょっと残念だね、もったいない、ね、まあ、そこはもっと映像で見せて終わらせた方が絶対余韻たらびいたと思う、まあ、僕が仮にプロデューサーだったら大反対したね、あのモノローグに。あれ唇動いてましたっけ。いや動いてない。あのだったら入れない選択肢も簡単に、うん、あれは一応脳内の発言をモノローグにしただけなんで、ね、本日は私の見えている世界が全てについて語ってまいりました。どうもありがとうございました。